はい、おはようございます。釣り子 TV です。こんな感じでいくつかのボックスとか、あとこの袋ですね、ビッグベイト、この大きなサイズのルアー、なかなかね、バラバラとこうリュックに入れるっていうのもあるんですけど、いろんなとこに、この袋の中にも山盛り入ってるんですけども、こんな感じで何か一つですね、まとめておきたいな、あれどこ行っちゃったっけなと、あとはですね、ボートで釣りの時に一つにまとめておきたいということで、これバーサスのですね3020っていうですね、マルチタイプっていうですね、この厚いんですね、ちょっと大きめのボックスを買ってきたんで、今日はですねこれを開けていきたいと思います。こんな感じで中に仕切りがあって、で深いんで、これだったらビッグウェイトとか結構保管しておくのにいいんじゃないかなと思ってですね、一つ新しいボックスを買ってきました。この手の箱ってのはもうなんかこのサイズ間違いないだろうって買うんですけどね、次から次にやっぱ欲しくなっちゃいますよね。で、ですね、こんな感じで着るんですけども、このケースだったらちょっとイメージ通り一つに入れられるんじゃないかなと思ってですね、で、まずはじゃあこいつね、これ結構ずっと使ってて、シーバスとか、あとこれブラックバスも釣ってるかな、マダムキラーディーズと一緒に書いてあるんですけど、これと、あとはこの前釣れたこれは肉魂って書いてあるんですね、川村幸太郎さんの檻から、結構これもね、ま、投げ込んでるんでだいぶボロボロになってきましたが、まだね、魚かけたのは 3,4 回かけて、釣り上げたのはまだ1匹ぐらいしか釣ってないんですよね。それとそれとそれと、クリスタルシャットからね、これも入れておこうかと思います。この前ね、これフローティングなんで、こういう感じでちょっと重りを張ってスーパースローフローティングにちょっと調整してきたんですが、3個入ってもまだまだいけます。でこれもね、フローティングなんですけども、チャートからね、これ入れて、これもちょっと投げていろいろ、これはですね、ちょっとシンキング気味に調整したものですけども、いじますから。お、いいですね。こんだけ入ってもまだ余裕があるので、ね、スリムスライド。感じでフルシュ、あーちょうどいい、ちょっとねかさばってたやつ全部入りましたということで、あーやっぱこの厚手のこのサイズいいですね。でまあなんとか、大きめのリュックだったらかぼって入れられるし、あとは結構おかっぱりで回るんだと、このすごいごく厚手のジップロック式というか、このチャックがついてるんですけど、この入れ物がちょっと あとはフローターでぶら下げていったり、おかっぱりで行くときには便利で普段使ってるんですが、ちょっとこんな感じで一つケース買ってきましたよ。っていうのもですね、いよいよシーバスの方がめちゃくちゃ釣れ出してるんですよね。この前も満月お月様綺麗でしたけども、友達が結構ジョイクロ投げて70アップ釣ったりですね、いい釣果の情報が上がってきてますので、今年まだ全然やってなかったんですけどね、こういう感じでちょっと、あとはまあこういうケースだとこの中に水ジャバーって入れると塩水ですぐ錆びちゃいますからね、メンテナンスしやすいっていうか、塩抜きしやすいっていうのもあって塩抜きもできて、で大体そうですね、ジョイクロ、まあ、5本ぐらい持っていけば、不意にぶっ壊れた時も大丈夫だろうっていうことで、あとはちょっと今年使ってみたいモデルの、まあ、この城なんかが刺してきた時にこういう平たいボディのビッグベイト入れたらどうなんだろう、ここら辺をちょっと試してみたいなと思ってですね、こんな感じで
餌箱が完成しました。なかなかいい感じじゃないですか。というわけでちょっとこのボックスを手にですね、スズキ釣りの方もそろそろスタートしたいと思います。もちろんですね、ブラックバスもチャンスがあれば、投げてみようと思うんですけど、昨日なんかも夕方だけチャンスがあったんで亀山ダムにおかっぱりで行ってきたんですけども、丸坊主で終わってしまった。なかなか厳しい。ボート乗るとまあ釣れないわけではないみたいですけどね、満水になって、でカバーとかに魚が刺してるんで、水のいいエリア回っていけば結構釣れてるよなんて消化、報告は上がってるんですけど、自分は、丸坊主、安定の丸坊主だったんで、まあ、ちょっとこうやって、ジョインテッドクロー、重さを調整してですね、まあ海の場合またこれで浮きが良くなるんでさらに調整していかないといけないんですけどね、こんな感じで準備万端という感じで、釣りに行きたいと思います。というわけで本日の釣り行 TV は、大きいルアー入れるのにどうですかということで、このバーサスの3020、これを買ってきてみたよ、こういった動画でした。はい、釣り行 TV でした。